バナナ TV。 ジョージ・クルーニーとかだ。ジョージ・クルーニーが。はい。ジャパニーズ・ジョージ・クルーニー。ジャパニーズ・ジョージ・クルーニー。うわ、これすごいね。LA でステーキに出会えたよ。いるよ、いただきます。一回行ってみようか。一回海の方ね、ちょっとね、せっかくだからなんかレスラーがトレーニングに来たみたいな走ってみたらどうですか、今から。え、あの辺走ってみたら海の方に。トレーニング大変ですね。そうですね。やはり砂場で足腰を鍛えてスタミナをつけています。やっぱりロスでトレーニングするには理由があるんですか。やはりそうですね、日本にいるよりもやはりこうやってロス、こういうところに来るとやはり体が大きい人がやっぱり多いですからね。自分もやはりきつい場所を追い込む、はい、これは大事ですよね。ああ、なるほど。いいね、覆面レスラーだと思われてる。思われてないです。覆面レスラーの取材だと思われてる。なんでそんなこと思われなきゃいけないのよ。いや、もうなんでだろうね、物事がこれは自然に進んじゃったね。海に行く、いや水着持ってきてない、ありますよ。一応着替えようか。恥ずかしい。じゃあ顔隠そう。沖縄で買ったマスクありますよ。あ、じゃあかぶろう。いや違う、自然の流れ。自然じゃないね。ハリウッドのね、空気を感じたいわけじゃない。どんどん離れてるじゃない、これ。でもやっぱプロレスもエンターテインメントっていう意味ではさ。いや、プロレスがエンターテインメントはそれはいいけども、俺プロレスラー目指すわけじゃないんだから。疲れんな、遠いな、海って。いや、このデニスビーチのこの海までの距離は相当だね。いや、砂を俺さ、よく本当あのセレブとかがビーチでパパラッチに写真撮られたりするのって、こことかもあるのかな。あるんじゃない、これ。でも超かっこいいじゃん。超かっこいい。もうなんだここ、臭くないし。そうだね、ずいぶん広間さんもご機嫌が治ってたんじゃない。なんかずっとね、ブー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 言ってたからさ。俺ブーブー自分から言い出したわけじゃないじゃんか。いやいや、ちょっと機嫌が悪いのかなと思ってさ。いや、そちらが仕掛けてくるからね、いつも通り。え、仕掛け屋が、仕掛け屋がさ。いやいやいや、あ、すげえかっけえな。かっこいいよ。あのやっぱボあの無造作に置いてあるああいう何あのドラム缶みたいなのもかっこいいんだよね。なんだ。あ、来た来た。うわあ、あ、海だね。海だ海だ。あ、潮の香りがちょっとするわ。いい香りいい香り。ああ、これはいい香りだ。おーおーおお。ああ、いいね。ああ、来たね。え、こっちがすごいね。あ、確かに確かに確かに、いいね。かっこいいね。あ、確かにかっこいいわ。これがベニスビーチか。なるほど。来たね。来たね。入る？いやいや、どうする？外してきます。もうここまで来たら入るよね。ちょっとだけじゃあ入って。そうだね。うん。おちんちんまで浸して出てくれ。よし。リングイン。リングインしましたね。すごいね、もうプロレスラーだよ。なんだ、おお、すげえ。どうしました、どうしました、どうしました、どうしました。冷たすぎます。とても海水浴をする水温ではございません。あ、寒い。ダメ、冷、そんな冷たい。持ってきた、冷たい、相当冷たい、相当冷たいよ。うわー。
あ、かっこいい、かっこいい、かっこいいよ。その水辺を走ってのかっこいい。ちょっとイメージカット撮ろうよ。イメージカットですね。うん、ちょっと横からカメラこう据え置きで走って、走りすぎて。水辺ね、水辺。なんか楽しくなってきちゃった。行きますよ。波が来た時ね。